プリンシペ・アルフォンソ級系巡洋艦または、アルミランテ・セルベラ級系巡洋艦とは、スペイン海軍が、最後に整備した、系巡洋艦の艦級である。本級は1915年海軍整備計画において、建造が承認されたクラスで設計は、第一次世界大戦前だが予算難や、資材調達のために、同大戦後に竣工された。本級の設計技師は、 ドレッドノートを設計したことで知られるアームストロング社のフィリップ・ワット。本級はイギリス海軍のエメラルド級軽事二洋艦をタイプシップに取り、従来艦はスペインの燃料事情を考慮して主艦の半分が石炭、重油根召艦で3本煙突であったが、本級から重油船召艦に統一されたために2本煙突となった。 プリンシペ・アルフォンソの模型船体形状は、艦首還元を高めた、船首楼型船体である。船体長を長く取り、船体の幅を抑え水の抵抗を少なくし、少ない機関出力でも高速を出しやすい形状とした。また、還元が高いということは、外洋航行時のしのげな未にも良好な性質が出るので、巡洋艦には最適な関係であった。 監視カンパン上に 15.2cm 炭層砲を1機と、カンパン1段分上がった高所に 15.2cm 連装砲を1機の、背負い式配置とした。重心が上昇するのを覚悟して、重量のある連装砲画を、上部構造物に配置したのは、少しでも波しぶきの影響の受けにくい箇所に、有力な門数を確保する工夫であった。その後部に頂上部に、 即虚偽を配置する近代的な箱型環境が設けられ、環境後部に日本煙突が後方にやや傾斜して立っており、間には単小灯台が設けられている。船体中央部の高所に15.2センチメートル連装砲画が,が後ろ向きに一気配置し、その後部に後部環境と、 簡素な三脚式の工部マストが立ち並び、工部乾板状に1 5 2トル連装砲がと1 5 2トル単装砲賀が,が、背負い式配置で一気ずつ配置された。手法は、イギリス製の、ビッカーズ1923年型1 5 2トル砲を採用した。イギリス海軍において第一次大戦前に、計画されたほとんどの軽重二洋艦において、 搭載方式は一部の例外を除いて単装砲牙を採用していたが、スペイン海軍向けの本級において一部を連装砲牙を採用したことに特色がある。このため、本級は 15.2cm 砲を連装砲牙で3機6門、単装砲牙で2機2門で、計8門を装備していた。その性能は、 重量 45kg の砲弾を最大行角15度で18,290メートルまで届かせることができた。不行能力は行角15度、深く5度である。旋回角度は原速方向0度として左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は1分間に5から7発であった。後に1940から1945年にかけて近代化改装を行った時に 15.2cm 砲の内単装砲がの2機2門を撤去し、代わりに連装砲賀を1機追加することで前後看板状に背負い式で2機ずつ計4機8門で火力を維持した。この時に 連装砲がは新たに改め設計され、行三35度、深く10度になり、最大行角が35度となったことで、射程も2400メートルへと延伸された。発射速度と旋回角度は、改装前と変わりはなかった。広角砲は同じく、イギリス製の、ビッカーズ1913年型 q f マーク v 1 0 2センチメートル広角砲を採用した。 この砲は、毎分あたり10から15発を発射でき、旋回角度は、左右120度、不行角度は、行角80度、深く5度の性能を持っており、14.06kg の砲弾を行角45度で 14,950m の射程を、最大行角80度で、高度 8,763m まで届かせる、性能を持っていた。 他に近接対空装備として 4.7cm、単装降格砲を2機、対艦攻撃用として 53.3cm、水上魚雷発射艦を3連装で4機を、片原2機ずつ、計4機を原則艦板上に配置していた。エルフェロル海軍交渉にて1927年、竣工。1931年に、リベルターに、改名。 1939年にガリシアと改名。1940年から1946年に近代化改装を実施。1970年に除籍後解体処分。エルフェロル海軍交渉にて1927年5月竣工1940年から1946年に近代化改装を実施。 1966年に除籍後1970年に解体処分。エルフェロル海軍交渉にて1931年春行。1943年から1946年に近代化改装を実施。1964年に除籍後解体処分。ありがとうございます。